帯締めを作っていきます。今日必要なのはコットンロープ4mm、これはマスク用のゴムですね。マスク作るときに使うやつ。これもともと家にあったものなんですけど、前回、これね、帯締め、こんな風にして作ってみましたですね。このグレーにちょっと合いそうな、なんかポイントで色を入れるような感じでしてみようかなって思ったりしてるんですけど、黒もいいね。黒もそうだ、黒も欲しいんだ。まあ、とりあえずどんな風にしていくかっていうのをやります。じゃあまず紫ね、はい、そうしましたらつけていきますね。
出来上がりです。はい、こういうことをしたいんですよね。組み合わせで使えたり、あとはこれ自体でいろんなバージョンのデザインを作ったり、今何分ぐらいできました？ほんの10分ぐらいですよね。またこれでも作ってもう一個重ねてもいいし、はい、ではこのまま続けて作っていきたいと思います。